そりゃないよねって感じだった、場所見たら。だってほ何、ぼ埋まっ端ってこんマッだもん。プの。いや、埋まってた。埋まってた。ほぼ地面の中。うん。見つけられる場所が、てか見つけられるわけがない場所にあって。これ治ったか渡しとくわ。ナイス。あざーす。ちょっとトイレ行ってきます。よいしあょ。ともうちょっとでマックスや、やっと。かかるなぁ、時間。なんかめっちゃ金装備渡されてんだけど、何これ。こまで殺しすぎてさ、ボックスがいっぱいいっぱいになった。なんか装備着てるやつ異常に多いもんな。あともうちょっとなんや、早く降りてきてくれ。まあ使わない装備とかはパッパカパッパカ後で溶かしてなん金かにしちゃ箱う。丸の方に経験値入ってな。あ、箱丸これあげるわ。だけ渡しとくわ、お前に。小腹の方に経験値が入ってってる。経験値こじきめ。言うて俺直すもん箱な丸んかどこ調べで？るしかないからな。おう。中移動終わりやろ。心4つと。じゃあ行ってくるわ。ここ出るのな中にもよ。作ればいいのに。何を？姉あ、エレさベーん、ター。あ、ゲーゲート。ト？ゲート。ゲートはあんま距離近いとこで作っちゃうと。めんどくさいから、そっちの方が。まあそれに頻繁に行くような場所でもないしね。たしまごにないもん。行って帰っネてザーこラれイれトぐばらい。いいのよ。よいよいと。なんだって見やんのか。炭酸が地上に出てきてる。徹底的に経験値にしてるからな。ん？ちょ、何これ？かわいそこの犬を殺せばいいんかとは。
買う？よし、おやすみなさーい。全くチャットを使ってひどいことを吹き込んでるやつがおるな。いや、知らんけど。よくそんなパッと打てるね。いつもなんいつも打ってるわじゃないの、いろいろ何かしら打ってるけどよく打てるよねって。そう、よし、じゃあ俺寝座行ってくるわ。帰ってくんの？あ、てかしおねくんあれだわ、俺修繕あと1個必要やわ、トライデント用に。剣になんかつけるんじゃなかった。下おいで。え、あ、いいよいいよ、俺とりあえず寝座行って帰ってきてくるからっていいや。俺が使ってちゃってる可能性あるけどね。俺の装備分が4つでしょう。で、ダイヤシャベル用と剣用で。どうしようかな、別に俺。ダイヤは4の1、2。いらねえよな。あと何だ？まあ、いっか。とりあえず 6×4 だな。かける4はいくつですか？ 24？ だから23か。 OK。 ん？ん？ちょっと待って、ちょっと待って、なんで偶数同士の掛け算で奇数が出てきた？24だから23ってどういうことや？え？だってあの在庫があるから、それを含めたら23、あ、21か。3個くらいあったよね、余りがね。うん、取ってきて、多分取ってきて、思いのほか必要でっていう。あれどこだっけ、ネザーゲート。なんかパンさんについてきたら場所わかんなくなっちゃって。なんで俺の方ついてきたのお前。それは見当違いっていうことだよね。もう俺についてくる時点でもうお前は人生が終わってるってことや。俺今場所が分からんもん。あったあった。俺今これどっちに帰ったら元の家に戻れるか分かってないもん。うん、反対側。完全に迷子。基本的に00の方向かっていけば着くから。よし。行ってきまーす。レベルが24まで上がったから、もう今度から俺センチュリー。うん、レザーライトなるね。でしょ。センチュリーは21だ。一人で盛り上がったら楽しいな。せやな。人生楽しそうやこいつ。親の顔が見てみたい。まあ、散々ツイッターで親の文句言ってるけどな。あなたって残念してるよ。誰がパンさん。言ってたの。散々ツイッターで文句言ってるからな。あれはね、なんかうちの親がね、俺んちルーフベッドあんのよ。あの下が抜けてるやつね。で、そのベッドを持ってるんだけど、引っ越すときまでにはそれ処分しときよ、みたいに言われとったよね。でもさ、すぐに処分したらさ、俺寝る場所がなかなくなるからさ、この部屋。ああ。ただでさえ狭いのに。で、その下に荷物置いてるからさ、まあ、すぐにどけたらさ、俺寝る場所なくなるやん。うん。っていう話を正月にしたのよ。うん。俺もうまだ寝るとこがなくなっちゃうから、早めには片付けるからちょっと待っといてって言ったんよね。うん。なんか、そうなんやね。ふーんって言っとったんよね。まあ、納得したと思うやん、それ。たらさ、もう俺が車庫行ってる時にさ、あんたあのベッドどうするんって言って、お前マジか。親子やな。お前マジか。で、俺がだからさみたいな言ったじゃん俺って言って、
ちょっと喧嘩腰になったのに、そしたらなんか向こうがそれでブチ切れて、なんか拗ねてさ、プン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 し始めて、なんだこいつ可愛くねえのにふざけんなよと思って、色はいいなハゲと思いながらちょっとイラッとしてた。まあまあまあ、忙しいと忘れることもあるから。くそ、俺親に何も言われてねえよ。早く出てけよとか、いつまでもすねかじってんじゃねえぞとか。すねはかじってんねえな。で、ちょっと俺がそこで、うわ、くそ腹立つわーって思って、ツイッターに書いて。ちょっと俺が、だったら煽ってくんなってちょっと切れたんよね。そしたら、あの方は、ちょっと切れた。まあ、親子間のことなんで、なんもすけど。ちょっと切れた。うわ、くさいな、ボーイって待って。シルクタッチ、どうしよう、いる？今持ったけど。あれ、あれ。いやー、今いるかな、個人的には。あ、ツルハシのはいら。あ、まあでも、微妙だよね。そうっすね。微妙っすね。シルクタッチだけ殺せばいいの。熱っ、熱っ、熱っ。やっぱマグマブロックってさ、クソブロックじゃない？クソブロック。ごっくしと。そう、ほんでな、俺な、まあ、帰ってってな、グラビティで連絡先を交換した女の子って話をしよったんやけど、なんでか知らんけど、どっかのタイミングで俺とその子の中でさ、メンヘラってどう思うみたいな話になったんよね。で、まあメンヘラとはちょっと付き合いたくないよねみたいな。あ、ではそう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 、ここカットするからさ、普通にぶっちゃけて言うんだけどさ、うん、いや、宇野さんと森さんが付き合ってるって話をするかと思ってねえな、それは。そしたら、あ、そうなんって思ってたけど、はぁって、じゃあそう、はぁって思う。どちらにせよ、大して変わってないのリアクションがな。マジなんか最近てか、まあ、うのこさんともみじが付き合って結婚するって言ったら、ご祝儀何あげようって感じ。何あげようぐらいの感じ。いやーなんか、あそこいつ結婚すんの、あれ。発行、それは知らん。あそこら辺いろいろと、うのこさんもやけど箱丸も、俺は死ねえんだよな、多分。めっちゃかわいそうやんみたいな。アルトゲームすんのすっげえかわいそうじゃんみたいな話もしてたんだけど。あれ、激流と中心とかってそう、あ、ダメなんだ。中性心とあれはダメだね。激流と中性心どっち優先した方がいいと思う？激流は自分で突っ込むやつだから、どっちがいいと思う？俺、激流はね、水中と海でしか使えないから、いらないか、そういう限定性でいいんだったらどっちでもって感じだけど。やば、あれ一人として触れてくれん、ひどいな。ガラス作ろう。中線ついてる。熱っ。あとあれだな、マグマ熱っ。風全然ダメージ入らん。マグマ熱っ。ちなみに塩根くんね、今2個しか見つかってないっす。本当に運良かったんだな、俺掘った時な。ね。一人で7個も集めてたもんな。正月な。正月前に友達と会った時、最低、友達と飲みながら最低な話しかしてねえよ。いつものことやん。いや、そうじゃなくて、みんなどきついの。あの3人中2人がさ、女性不審になってさ、同じ女の子と穴兄弟だったっていう話。あ、違った、女性不審になっててさ。でさ、友達1人はさ、元カノに
元カノにめちゃめちゃ、あれ？やまべ。だ元カノ未に練めをちゃ引き渡ずっさん。てるっていう。ああ、未練引き取ってるタイプの男はろくなやつおらん。でも、たまに会ってやってるっていう、セフレになってるっていう、謎っていじゃあもう付きう。女合えよっ性て不話。信というもうわか。かんねえんだよね、俺。その2人、9年？ 9 年、10年ぐらい付き合って別れたって感じだったっていう。6年だっけ？あなたとはもうマンネリなのって。なんかそあんななたの感チじンコでで。私は満足できないの。してるじゃでねえも、でセもフたライドだっま、たらいいわよっつって。わかんねえけど、すげえなんか、言って、もう一人は、女性不信になって、遊びで女とやりまくってるっていう。信用はしないけど、ワンナイトだったらいいよみたいな。セフうーん、レクは、ズ。セフレおるけど、彼女はいない。彼女は作りたくないだったね。わけわからんな。俺の周り、そんなやつばっか。なんて言うんだろう、元カノが浮気してて、浮気されてって感じだったって言ってたな。で、しばらく隠されてたっていう話。だは2、3秘密があった方がうんたらかんたらって。浮気、あ、じゃあ箱は浮気されても文句ないと。いや、しおめくんみたいに浮気したらぶっ刺すよとかはないよ。刺しゃせんよ。刺しゃせんよ。前浮気した時覚えときを殺すかんなみたいなのはないよ、俺はさすがに。俺もないよ。別に。後で覚えてろよ。ぐらいだよ。あっても。俺、浮気するやつとはマジで基本的には、仲良くしたくないってことがあるから、浮気をした女の子って分かった時点で縁を切っちゃう私は児玉でしょうか。こだ児ま玉です。こだまでしょうか。マグマが欲しい。拠点帰るよ。めっちゃあるよ、バそこケに。ツどこ？その中に全部、ここ、全部入ってる。その、無限マグマのところに。あ、マジ？もう、そこ無限だからね、あ、マほジ。んとや。ちょっとあれを焼こうと思って、砂。ダメ一体か、このこバれ。ケツで汲み取ればいいの？汲み取んなくても入ってるやつはそのまま。ダメかこれもしかして。箱丸の悪口の話、それは。俺の悪口言ったらもう動画では全部カットするんで、そこはもう自覚分悟で言っしててるいじゃん。ただいて、自分で言ってるじゃないそこもカットしていただくするんで。自分で言って自分のやつ買ったってバカじゃん。何、ド M なんくんかなの？ダウンしてる敵にも当てられないドチクショやからな。せやなー。あれは本当にな、編集してて笑ったもんな。あれ、俺こんなシーンあったっけ？みたしかもなおかつそんなに見えんような画質で、あいつ色変わったよねとかってめっちゃ言ってるから、なんかれはそれ見変てわっもわからんなーみたいな。て。あれはね、俺の編集のミスというか、クリッピングの仕方を知らなかったから。最近はちゃんとね、クリッピングするようにしたんで、大丈夫っすよ、本当に。なんや、お前ら。ごめん、聞いてなかった。なんて？おやべ、あごつ、あごつるぞ、ああ あ行くご。ぞ、これ行く、ああ行くぞ、ああ行っちゃったよ。気持ちいいに。おもう、なになに？この辺まるっとカットになるから、本当に。気持ちいいに。最高だにーっつって。これじゃん。余裕じゃん。何が？
自分で編集すんの嫌だもんな。チン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 言ってるから自分で。お前俺か、おお俺か、それはごめんな、申し訳ないと思うわ兄ちゃん。お前もそんな言ってないけど俺よりかは塩根さんの方じゃない、チン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 言ってるの。塩根くんはちょっとあの使っていいか使っちゃダメかギリギリのラインの話をするからさあのそいつと話してる時っていうかそいつと二人でやってる時は大体動画で使えないのよ本当に毎回ギリギリだからさ判断するのめんどくさい。ギリギリを生きてるからさ、やっぱり下ネタは言わんのよね下ネタは言わねえんだよ、ただギリギリの話をするんだよ。よほど立ちが悪い。彼カトゥーンだから。ギリギリ生きていたいタイプの人だから。うん、いやいいんだけどさ。下世話、下世話って言ってるいやでもやっぱ男の子は下ネタ言っとかんとね、男の子として認められやっぱり、うん、まあな男の子といえばみたいな、もうしたらもうチンコって言うしかないやん。あんまり言わないな俺ほんと。女の子が男の子といえばっつったらもう肉棒っていうぐらいの話やからさ。あんま人前で言わないな俺。チン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 って言わないよ。ああ嘘はダメやと思うな嘘嘘は良くないと思います。はい、今日の授業はあくびすんねや、こまれお前やつ。え、なんでバカったお前嘘は良くないって言った瞬間にやられるややっぱそれぐらいやっとかんとね。優しい嘘はいいんだよ、少年軍。優しいか。結局ね、嘘なんかね、つくやつよりね、つかれるやつの方がいけないんだから。詐欺と一緒よ。詐欺られるやつが悪い。そう。略してお前が悪い。結局詐欺。まるっとぬるっとお前が悪い。詐欺った金額より、なんかいろいろ。ゾンビ大量湧きしてるんやけど何これ。いろなぁ、俺がお前を下げるのにいくら使ったと思ったんやって5万円そうじゃなくてあれ、やばいマジです疲れすぎて名前がいろいろ出てこねえ。何疲れすぎてって割といつものことやろお前。いやマジで恐怖ってか、マジで祝日がないって知らされた。いや僕ちょっとそういうホラー系の。恐怖の森ってそんな怖いか。もちろん笑顔の人面が走ってくるだけやん。いや僕ホラーゲーム全般ダメなんて、あれをホラーゲームと思った時点でもうお前の負けよ。あれはホラーゲームじゃない、ホラーゲームっていうジャンルのゲームなだけ、ホラーゲームじゃない。うん、それ言ったら、うん、マインクラフトっていう名前のガチャゲーなだけ、変わらん変わらん。にしてもマイクラってほんとガチャゲーだよな。え、で、箱丸はいつエーペックスやるん？やらねっつってんで。え、てか俺、魂の速度って何？だソウルサンドの移動速度が上がる。俺これ前も説明しなかったかな覚えがあるのにも関わらずちょっと聞きに行くっておかしいなぁ。あえて聞くんでしょ。うん、いや、 やっぱそこは大事よ、あえて聞くっていうのは。え、なんでそこで静かになるかな。わからないことは聞いてくださいねみたいな。そう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 、やっぱわからんことを聞かんまま育った大人の方が恥ずかしいやん。でもあれさ、分からないことは分かりませんっていう子の方が偉い。
大体、まあ、そういうことわざあるけど、大体さ、なんか、新しい仕事先とか行ってさ、わからないことがあったら聞いてくださいねって言われてもさ、わからないことがわからないんだよっていう。な。そう 結局な。結局ね、一周回ってね、わからん。わからな何いこもとわがわからかならいないっよ。て。何もわからんね。